接下来看日本，在日本有一间做叶邦的制造商，因为长暗路徛咧困的这个关系，得到灵感，因开发一种会当徛咧困的休困床。在东京原宿的咖啡店，一项新的产品，半点钟是收825块的日票，等时代票180块。要让消费者会当有一个独立的空间，谈好休困一下。目前徛咧休困的所在，大小甲电话亭差不偌济，拄好应征一个人。各设计脚的竹啊、脚头的竹啊，用调整坐竹啊、加枕头，让人亲像当暗管那路同款，徛咧休困，唔是倒累，也就是趴咧困。昼にはですね、一日大体20分ぐらい立って寝るみたいなんですよね。そこから取って、仮眠もですね、一日20分ぐらいがちょうどいいということでですね、キリンの休息ということでジラフナップという名前にしました。随所的雀巢咖啡，2017年开始在东京原宿经营一间休中岛群的咖啡厅，最近引进一间北海道夹山帮制作商，推出徛咧休困的所在，半点钟收875一票，相当180台票的介绍，好就门消费人客来使用。どうしてもですね、横になって寝ていただくと、熟睡してしまって1時間2時間寝てしまって、夜の睡眠に悪い影響が出てしまう。ということがありまして、座って寝るスタイルを推奨しておりましたが、今回のジラフナップであれば、立って寝ていただくので、20分の仮眠にすごく適しているというところで、弊社の方から声掛けさせていただきました。腰とか、立ったまま辛いのかなと思ってたんですけれども、案外その辺に負担はかからなくて、本当によく考えられている、システムなんだなというのは感じました。当家这间咖啡厅徛咧困的所在，要气温到9月17日，同时制作商也正努力向办公大楼、便衣这场所推销这项新产品，好平常上班有闲的时阵，加一个困一个、透一口气的独立空间。经济合作甲发展组织 （OECD） 2011年一项33个国家所进行的调查显示，日本人困的时间是上少。公司新闻王慧文编辑。